スターできるできない夜会活動。チームご紹介してまいります。まずはゲストチームです。おなじみメンバーはじめ、舞台ウーマンインブラックから向井理さん、勝村政信さん、そして河合郁人さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。お願いします。さあ向井さん、はい、これなら負けないぞということ何かあってしますか？これなら負けないぞ。趣味、僕サッカー趣味ですね。 お互い最年長に近くなってきましたね。勝村さんおいくつですか？60です。本当に？おじいちゃん。全然ありなおじいちゃん。でもね、心はおばあちゃん。こっちいな。難しいですね。さあ対する有田さんチーム、信子さん、エルフ荒川さん、そして草薙さんです。よろしくお願いします。チームギャル。ギャルだな。チームギャルなの。チームギャルです。手カサカサ。ちょっと草薙さんもなんかちょっと意外な面々な感じしますけど、ここの並びは。よろしく。やられてるよ。怒れってお前。僕もでもよくおばさんって言われることがある。外見がなじんでるのかな。さあ今夜の勝利チームにはこちらプレゼントいたします。やば、気仙沼さん、大風の背びれを使った豪快に使いましたフカヒレ姿煮麺を勝利チームが全員お手玉前でお渡しいたしますので、頑張っていただきたいと思います。まず夜会火事の恒例企画から参りましょう。 It's Showtime。 木曜夜の夜会は来たよ。すごいね、第3弾だって。クエスト重岡の地獄坂ママチャリ全国制覇の道。ゴールまでの距離は前回の194mを超える、番組史上最長 200m 超えの激坂に挑むが、さあ重岡きつそうだが体力は持つんでしょうか。あれ、やばそうだね。よし、いいぞ。やばくない？重岡最大ピンチ、地獄坂登りきれるのか。いけ、おら。さらにありゃ、一旦もめんだな。なるほど。向井理は出演した128作品の中から自らの大事なセリフを切り抜いた問題に挑戦。松下さんはどういった方でした？この時は初めて共演させていただいたんですけど、本当に戦友でしたね。もう本当クランクアップした時は、そう二人で抱き合って喜んでたのを覚えてます。素敵。肩がいっぱいなのではと。向井はゲゲゲの女房のセリフを答えることができるのか。そして、オッケーバブリー。伊原立花はバブリー早着替えチャレンジに。60秒1分経過。さあ今どんな感じですか？助けてという声が響き渡っている。ペットボトルロケット全力キャッチも。夜会カジノ木曜夜10時。ときめく時を TBS。